皆さんこんにちは。こんにちは。本田ほとのゆいやとすみれです。今日は初の旅 Vlog というものを撮ってみたいと思いましてやってまいりました。今日行く場所は、はい、三重県の熊野市にあります丸山千枚田という鬼ヶ城、うん、鬼ヶ城などなど行こうかなと思います、はい。まあ、夕日だったりとか、まあ、朝日もあと星空撮りたいと思います、うん。美味しいものも食べようね。そう、今日海鮮も食べますので、うん、もうピックアップしてあります、お店を、はい、キャンプじゃなくても引き続き見ていただけたらと思います、うん、はい。じゃあレッツゴー、レッツゴー。海だー、海だー。到着しました。案内を終了します。じゃあまず行きたいお店1軒目到着しました。海鮮丼食べます。花の岩屋ってというところ、美味しいっていう口コミ見たので行ってきます。すごい、めっちゃ美味しそう。マグロ丼です。テカテカ美味しそう。それは和牛の握り。あ、食べましょう、食べましょう。いただきます。はい、うん、いい感じ。めっちゃ美味しい。はい、僕は海鮮丼です。いただきます。まずじゃあマグロ、マグロですね、赤身いただきます。どや、うん、柔らかね、美味しいよね。とろける、まるで、うん、まるで35歳になった時を思い出す。何年前かな。はい、次は鬼ヶ城に行きます。海のところに鬼っぽい岩がいっぱいあるのかな。はい、こっちです、駐車場です。はい、はい、ここすごいね。ここがすごいです。ここが鬼ヶ城の千畳敷という場所です。夜で星空ここで撮りたいと思うので楽しみ。今日は今は下見です。下見です。とりあえずどんなものかとね。はい、でもこっち側はすぐ海、ほら海なので夜星撮るとき本当気をつけなきゃあかん。まだ現在地がここだからすごいよ。結構遠いね。疲れたね。こんなに汗かくと思わなかった。今日僕らお風呂入らないんでくさくさですね、明日は。本当だね。ここの千畳敷で夜にまた来て星空を撮ろうと思う。ちょうどここ岩になってるところの奥からぐーっと引きの広い家で海、星空。はい、楽しみだね。ね、はい、鬼ヶ城を抜けまして次は丸山千枚田に向かっております。ちょっと噛んだじゃない今。さっきまでずっと曇りだったんで、もう今日は星空撮れないかなと思ったんですけども、空が晴れております。晴れてきました。星空撮れそうです。この道だね、多分ネットで書いてある。車が多い時はやめましょう。あ、そうなの。はい、一番上の展望台に着きましたよ。はい、丸山千枚田ですね。はい。さあ、どんな感じでしょうか。見てみましょう。すごいね。
おお、すごい。わあ、すごいね。すごい数だね。丸山千枚田のここはちょうど中間地点かな、高さ的に、うん、駐車場が3つあるので真ん中です。はい、で、この景色最高ですね。最高ですね。神様が味方してくれたね。あ、めっちゃ晴れました。このまま夕日が映えるのを待とうと思います。はい、はい、ちょっと写真も撮ってみます。もうすぐで日が沈みます。太陽はそこ、夕日が多分おそらく少しはですね赤く映えるかなと思いますので楽しみですね。夕日の撮影が終わって、このあと星空撮影をしたいと思います。はい、はい、今日は新月なので星空がおそらくいい感じに撮れるんじゃないかなと思います、うん、はい、今は夜の8時ですね、はい、ちょっとお腹が空いたのでカップヌードルを食べたいと思います。と塩にぎり、はあ、こういう旅もいいんじゃないですか。うん、前で本当キャンプとか登山、まあ、釣り、うん、でできましたけど、こうやって絶景を撮りに行く旅っていうのもやっぱ僕らのやりたいことの一つなので、うん、まあ、車で4時間ぐらいで来れる場所ではあるんですけども、うん、まあ、鬼ヶ城と、まあ、日本一と言われる千枚田にやって来れて、まあ、いいんじゃないですか。はい、いいんじゃないですか、はい、僕ここ初めてだと思ってたんですけど20年前ぐらいに来てましたね。不意にちょっと上の展望のところであれここ見覚えがあるぞと思って、そう、20年前に家族と来ててそれをそこで思い出す。でこれがですよ、ちょっと動画撮り忘れましたけど鬼ヶ城もまさかの来たことあるらしいんですよ。そういやもう昨日私がいろいろこの場所調べてあここにしようって言って提案してっていう時も何も言ってなくて
いやもう全然ね、まあ、うんうん、本当にそう思ってたんだもんね。初めてと思ってたんだもんね、うん、ずっと初めてだと思ってた、うん、だから行こうってなって来て、さっきも鬼ヶ城で写真とか撮ってたら、あれとか言って、あ、来たことあるかもって言って嘘でしょって言って、それがさっきここでもあって、な、同じルートをたどってたんだね。そうだね、20年前も、うん、その時はそう、母親とあの姉の3人で熊野古道を登ったんだよ確か、うん、そうで、って感じですね面白いで、星空どうなんだろう、ちょっと見てみるか足ぶつけたやろ今ああ、まあまあちょっと見えてる。これどれくらい見えるんやろうな、ね、鬼ヶ城の千畳敷のところにやってきました。はい、夜来るとまた違うね。夜来るとまた恐怖感がでかいですもう波の音と、あとこの岩の感じがすごいです。それではやっていこう、行きましょう。はい、朝がやってきました。おはようございます。おはようございます。今は結局夜中の1、2時ぐらいまで、うん、星空を撮影して、うん、まずは、まあ、10時ぐらいまで丸山千枚田、うん、で撮って、そこから30分で車移動して、うん、今、ここにいる鬼ヶ城の星空を、はい、撮ってきました。どうでしょうか。天の川見れましたね。見れましたね。なんか一応事前に天の川の位置とか方角とか調べてたんですけど、ちょっと予想と違って予想以上に見れましたいいことだうん、まあ、でもやっぱり水分が多かったんで、そうだね、めちゃくちゃはっきりは見えたわけではなかったんですけども、まあ曇りからにしてはよく見れた方かなと思います、うんうん、ね、また人物入れた写真もすごいいい感じに撮れたからね。うん、本当もう結構疲れてて疲れてる中頑張りました本当に。
うん、楽しかった、うん、私元気やったけどね。スミは元気だったね。すごい元気だった。、この角度も気になると思ってね、うん、いろいろ撮ってたもんね、うん、楽しい星空。いいことだ、うん、今回の Vlog どうだったでしょうか。はい、はい、こうやって日本のいろんな絶景をちょっと写真と動画で収めていきたいと思いますので、皆さんの家の近くのすごい絶景が見えるところがあるよっていうのを知っている方がいらっしゃれば、ぜひコメントで教えていただければと思います。はい、はい、じゃあ今回の動画は以上となります。はい、インスタグラムもやっております。よければフォローお願いします。お願いします。はい、もちろんこちらの YouTube チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。はい、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。じゃあな。じゃあな。はじめ社長の真似。あ、そうなの。知らない。